今ない〇〇を妄想する M8 招待招待二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。はい、ですね、はい、ですね、我々が挙げている、男性と女性の付き合い方みたいな、いろんなその独身の男性が増えてきて、男は KKO、キモい汚いおっさんが増えてきて、どんどん結婚率が下がっているみたいな動画いろいろ上げてるんですけども、そこにあるお便り、女性の方からいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、内容は、要約すると、女性からの意見として、男性がなかなかお金を出せなくなったって感じてらっしゃるのと、あとは男性が稼いでいないっていう点から、その将来不安っていうことと、あとは女性、いや私も別にそれなりに稼ぐと、別にそういう人たちと付き合わなくていいじゃん、結婚しなくていいじゃん、なぜそこにその人たちと結婚しなきゃいけないの、みたいな。もともとの動画がパートナーは必要っていうやつですよね。私がそのサムネを作っちゃうので私の意見がなかなか出ちゃうんですよね。はい、で僕はそのコメントを見て、こういうことを言ってるのかなって思ったのが、世の中お金がない、男性、景気も悪くてお金がない、そしたらパートナーできない人がいてもしょうがないよねって言ってるのかと思ったんですよね。私が思ったのは、その昭和49年生まれ、今40、今年46になります。で、いや俺の若い頃はねって、ホットドッグプレスっていう雑誌があって、もうデートはおごるべき、おごるべしみたいな。で今おごれる男性が減ったからもうどうしようもないじゃんって言ってるのかなと。っていうと、いや俺も別にその時に金があったわけじゃねえよと、ただあの弱者として、恋愛弱者としてなんとかね、その女性を落とすには金出すしかなかったんですよ。おごるよって、今日のデートは僕が全部持つよ、だから迎えにも行くから、なのでお願いします、来てくださいの姿勢だったんですよ。だからお前らも男性もそう、今のやつらもそうしろよ、この女性の言う通りだよって思うんですね。言う通りというか、お金、この、僕が思ったのは、もうみんなお金がないからしょうがない、この女性はそういうことを言ってるのかなと思ったんですよ。そう、男性がおごれよって言うけど、もう男性は実際お金持ってないんだから持ってないんでしょあなたたちって、おごれないんでしょって、おごれないんでしょっていう、全員がじゃないと思うんですけど、その水準が多分下がったのかなって。下がると下の方の人たちはこう自動的に削られてくるわけじゃないですか、でその部分がこの未婚率を上げてる原因的なことを言ってるのかなと思ったんですよね。なので多分頑張ってる人は今でも頑張ってるわけじゃないですか。実際に結婚率がゼロになったわけでもないし、でもなんかその、よく見ると、最近はなんかもうデートは割り勘が主流みたいなの、僕はもう今デートをすることがないので分かんないんですけど、そういうのを見るんですね。そうするともう情けないと、そのオスのね強い部分を未旋回って思うんですけど、でそこは女性に受け入れられたいからじゃないですか。僕の場合はそうですね。ライオンが強くあろうとするのと一緒ですよね。そうです。要は金持ってどう見せることで、俺は強い、そう、僕そうです、安心してこいとっていうのは多分今でも昔もそう変わんないのかなっていうのはあると思うんですよ。お金持ってなくてもお金あるふりして、まさしくそれですよ。そんなところじゃないですか、男性が女性を口説く、擬態ですよねそういかに自分を強く見せるかみたいな、っていうところだとは思うんですよね。なのでそもそも女性を口説く気がなければ擬態しなくなるみたいな。それでいいんですかね。それでいいっていうか、
でそこまで減ってるんですかね、時期的に。でもまあ明らかにその結婚する人たちは減ってるっていうのはもう数字で出てるじゃないですか、うんうん、でそれが例えばさっきの話でいくとこういった枠があって、それがこう全体的にこう 20% 下落すれば 20% 分削られるわけじゃないですか、下から 20%、 でその 20% ぐらいだったら人間の考え方っていうよりかもう本当にお金がないからっていう話ですよね。でもこの人たち、この20% の中には男性も女性もいるんですよね、うんうん、男性も女性もいますけど、この 20% の人たちは本当に明日生きていくお金もがない、派遣社員で将来がどうしようもないみたいな人って、おかおごろうと思っても不安じゃないですか、おごるのも不安じゃないですか。でもっていう、僕は10、うん、あの28歳、うんうん、27歳で転職して、うんうん、給料が、うん、総額15万、うん、手取り12万みたいな、うんうん、時代でもおご、うん、ってましたよ。でおごればできるのかって話ですよね。できませんでした。そんな往々にしてありますよ。で、あのコメントがなんか確か4つあって、1つはおごってもらえないとか、はい、まあ、もう1つもなんかそんな感じだったけど、もう残りの2つがこの人だと将来が不安とかそういう感じだった、老後が不安とか、老後が、はいはいはい、多分そういう感じだったんですよね、はい、4つあって。そうですね。で、まあ、前者の2つはこう男性頑張れ的な、おごれよ的な話と、はいはいはい、で後者の2つはこの人とは将来不安ってなると、この残りの2つに引っかかってる人たちはおごっても無理ですよねっていう、そもそもの年収を上げないことには。でもそこは一回付き合ってしまえば、あとはもう情ですよ、情に訴えかける。そこはあの同意します。僕も別にそんなにお金だけ、お金はまあ入り口ぐらいでしかないかなっていう、好きになっちゃえば乗り越えられるじゃないですか。はい、ってことは今これ男性に対しては、うんうん、とりあえず擬態お金を持ってるよ、うん、でおごれば、うん、付き合えるってことですよね。付き合える可能性は高くなる、付き合える可能性は上がると思いますよ。あの嘘でもいいじゃないですか、まあ嘘ばっかりじゃないですか世の中。嘘ばっかりですよ、本当に。嘘ばっかりじゃないですか、はい、お金あるふりして、はいはい、ちょっといいとこ就職してるふりして。あ、その偽証はどうなんでしょうね。擬態はともかく、でもなんか女性を口説こうみたいな、モテるっていうか、そうやって何人もたくさん付き合ってきてるような男性とかって結構そういう人多いじゃないですか。あ、まあまあ、偽ってる、まあ、結婚詐欺師なんで本当そうですよね、うんうん、はい、本当に自分を強く見せて、はいはい、ですれば付き合いますよねっていう。で結婚最初になんか、あとはどこまで心に潜り込んでいくかみたいなところじゃないですか、はい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 、実は会社経営しててみたいなところで入ってるけど、会社の経営がうまくいってなくて500万とか出させたりするんですよ。それは許せないですけども。っていうことはお金がない問題じゃないですよね、そこを。はい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 、女性が出しちゃうぐらい、はいはい、なので乗り越えるためにはちょっとお金を使えば乗り越えることはできるかなっていう。あとこの男性諸子、うんうんうん、あ、でもこの今私は古い価値観で、うん、女性には男性が誘うべきみたいなところを、うんうんうん、べきって思っているんですけど、うんうん、その辺はどうなんですかね。いや、僕はというか、まあ、多分今いろんな価値観があるね、この、うんうん、あるじゃないですか。いろんなことをみんながツイッターで言ってる、うん、SNS で、うん、で彼女を作るだけでもない楽しみが、はいはいはい、僕が学生の時なんか友達と話をすると女性の話か、はい、車の話かしら、まあ、同じくですよ、昭和40、そうそう、まあ、段階ジュニアの世代ですよ。 そう、はい、その辺もそんな感じですよね、はい、もう彼女ができたとかできないとか、あの人、はいはい、あの子を狙ってるとか狙ってないとかって話と車の話ですよ、はい、もうだけど今こうなんかいろんなものが出てきてみたいな、はい、でその辺の価値観、こう、まあ、逃げ道があるみたいなのも、彼女できなくても楽しむことができるみたいな。でも、うん、思うに、うん、でも歴史としては、うんうん、この男女の営みっていうのはずっと、うんうん、ずっと続いてるわけじゃないですか、うんうん、これはもう多分普遍だと思ってるんです。
まあ、欲求ですからね、本能、そう本能ですからね、はい、だと、うん、その逃げでしかないと思っていて、だから逃げ道があるんですよ、はい、で僕はねあるんですよじゃなくて、僕はだから逃げるなと、うん、モテないと思ってる人たちも、うん、ちゃんと戦場に出ろと、うんうん、でもこう負ける可能性がある、負けてなんぼですよ、そんな負ける可能性があって傷つきますけどね、うん、なので多分 それしか娯楽がない、娯楽って言うとあれですけど、はいはいはい、それしか楽しみがない、女性と遊ぶことしか楽しみがないような時代だと、そこが失われると人生の楽しみのほとんどが失われるみたいな、失われましたね、それがこう女性というか異性が 20% で他にも楽しみがいっぱいあると 20% 失われるだけなんですよね、戦場に行かないっていうのは。なるほど。ってなると、まあなんとか逃げることができる、逃げても楽しむことができるみたいな、あで、うん、その、うん、逃げ込んだ社会で、うんうん、もうそういうちゃんと成立する、うん、成立しちゃってるから、本当にこうアイドルオタクとかってアイドルのために何十万とお金を使う人たちもいるじゃないですか、まあ、CD 何枚か買って、うん、でそういう人たちってお金がないわけじゃないですよね、お金の問題じゃない、うん、彼女に使う予定だったお金をアイドルに使ってる、でもそのアイドルは結婚しちゃいますよ、結婚しちゃっても私結婚しますって次のアイドルじゃないですか。なるほど、うん、なるほどでいいのかな、いいのかなっていいのかなって思っちゃうんですよね、まあそこ価値観なんで、自分の価値観としてそこはないじゃないですか、アイドルに何十万もお金を使うのってアホじゃねえの、アホじゃねえ、炎上するかもしれない金にはしたいですでって思う、はい、まあそこに興味がないから、はい、まあこれはアニメとかでも多分同じ、ゲームでもそう、ゲームでも同じで、はい、ゴルフでもそう、多分そこにそんなにお金を投資するモチベーションがないからしないっていうだけじゃないですか、はい、まあ興味がない、その代わりに女性だったわけですよね、僕は女性でしたね、うん、で多分、まあ、僕も女性ですよ、はい、女性の方が価値観は高い、価値観が高い、うんうん、こう世代なのかな、世代もあるかもしれないですよね、あとそういう、うん、女性からは、うん、なんで結婚しなきゃいけないの、うんうん、みたいなこと、いや女性もう自分も稼げるし、うんうん、なんでそれで男性と一緒にならなきゃいけないの、うん、っていう問いだったんですね、でも稼げてるんだったら結婚してもいいかなとは思うんですよね、あ女性あで僕が思ったのは、うん、男性に対して一つは擬態、うんうん、強く見せて、うん、強く見せたまま、うん、嘘でもいいじゃん、うん、ずっと続けば、うん、誠となるみたいな、うん、ところと、うん、もう一つは OK 分かったと、うん、あのなんか多分昔からの流れで、うん、なんか家事は女性がするもの、うん、それは俺が働いてなくても、うん、飯とかお前が作れよみたいな、うん、なんで女性は稼いでかつ、うん、家帰ってきたら、うん、家事もやらなきゃいけない、うん、じゃなくてもう男性が、うん、あの僕は料理も作ります、うん、洗濯もします、うん、ちょっと稼ぎが少ないです、うん、こうやったら成立しませんか、そこの価値観じゃないですか、男性がやりたいかどうか、あ、うん、そこまでするんだったら独身でアニメ見てた方がいいよ、うそーっていう人が言う人も多分いると思うんですよね、だから僕はどっちかっていうと、うん、あの擬態もしたし、うん、家事もしますよだからそこは多分モチベーションだと思うんですよ、この女性と仲良くなりたい、衝撃っていうモチベーション、なん逆にそのアニメに何十万って使うモチベーションないですよね、うん、ない理解できますあ、まあ使いたいな、あれば使いたいなとは思いますよ、うん、それはこうドラえもん あの100年ドラえもんっていう7万7000円のやつは買いたいとは思いますけど、うんうん、でもそういう人たちってこう多分僕が若い時はいに女性に使ってたようなデート代とかっていう遊ぶお金のをほとんどそこにつぎ込んでるわけじゃないですか、あなるほど、で僕なんかこう大学生の時とかアルバイトしてて給料7万円とかで、はい、でそれで
がまあ女性に気に入られたいわけじゃないですか、はい、こうイケメンというかかっこよくなりたいわけじゃないですか。そうですね。だからこう給料7万なのに7万円の服買ったりとか7万円分服買ったりとか、それは全然あるあるですけどね、そう、はい、っていうモチベーションですよ。そこまで女性に気に入られたいとか、はい、モテたいっていう思いがあるからそこまでつぎ込めるって、はい、でそれがアニメ好きな人はそこにそれと同じだけアニメにつぎ込んでるわけじゃないですか。そこの感覚って僕には理解できない部分、でも向こうからするとこっちの方が理解できる、うん、そうそう、なのでそこを変えろって言われるといやってなるんじゃないかなって思うんですよね。これは僕は大問題だと思ってるんですけど、うんうん、コロナよりも、うん、その何が少子化が進むからとか、あそっかっていう話で問題、うん、そういうところです、うん、もう要は、うん、嘘じゃんそんなのって、うん、アニメとかってアイドルの意味は偶像ですよ。まあでも恋愛も嘘みたいなもんですよ。でもまあ虚像歴史が証明してるじゃないですか、うん、このいつも歴史の事件は男と女の噂ってプリプリも歌ってるじゃないですか、うん、古いですけど、うんうん、だからそのやっぱ男女関係はができた方がいいんじゃないのとは思うんですね、うん、でもそこが女性が好きだからですよ、うんうんうん、でそういう人たちは女性よりもアニメだとかアイドルが好きな、アイドルは女性ですけどね、そうでアニメも女の子でしょって思うんですね、うんうん、でもガンダム好きとか言いますよね。ああ、まあ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 、うん、でも僕も別にガンダムは見ますよ。アマゾンプライムで無料ですから、うん、でそのガンプラとかに大量にお金使う人とかいるじゃないですか。ああなるほど。まあまあそうですね、うん、ジオラマの世界、うん、っていう趣味の世界まで踏み込んでしまうと、まあ、沼ですよね。そうするとそこの価値観ってなかなか変えられない部分かなとは思うんですよね。で多分なんかいろんな問題があるのかなっていう、で多分それだけじゃない、そのお金がない、はい、まあ、景気が悪くなってというかみんなの年収が下がったみたいな、まあ、またこのコロナでガクッと減りますね、うんうん、棒引きですよ、うん、はい、でそうするともう本当に女性のことを考えている世の中全くないっていう人も多分いっぱいいると思うんですよね。不安で不安でみたいな、その人たちを結婚させようとかって思うとその不安解消が先じゃないですか。お金がないっていう不安、お金がないって不安、将来の不安、老後の不安なると全くこう別の問題ですよね。女性は好きなんだけどお金がない、もう明日そこを失ってしまったと思ったら多分彼女探すよりも職探しますよね。あ、その問題はだとすると思うのは、うんうん、じゃあどこに選挙行けですかね、うん、選挙行って、まあ、多分いろんな問題があるんで多分一つでは解決でき、なんか一番解決しそうなのが選挙行ってベーシックインカム導入じゃないですか、ね、導入、うん、そうすればそういう政治家を選ぶ、あの大阪の府知事みたいな、そう、頼れるリーダー、頼れるリーダーでベーシックインカムを進めていきますみたいな人を選んで、はい、社会をそういうふうにすれば、まあ、生きていくこととか将来の不安はなくなりますよね、はい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 、でそうすると、まあ、あとはこの人間関係の問題じゃないですか、はいはい、なのでこう女性が好きな人はそこにこう突っ込んでいくことができる。でももう趣味の人は、うん、でいいに逃げた人はいいって話だ、逃げたっていう表現は良くないかもしれないんですけど、うんうん、でその問題と趣味の人はお金がない問題じゃないんですよね。そもそも将来が不安とかお金がないとかっていうから女性と付き合わないとかじゃなくて、そもそも趣味がそっちに行ってるって話だとすると、その人たちはまた違う対策が趣味を壊すことなく結婚できるようなあ、まあそれもベーシックインカムでなんとかなりそうな気がしますよね。そうなんですよ、ね、お金をこっちに使わなくていい、うん、あ、口説くためにはみたいなのあるかもしれないけど、あとなんかなんで、うん、その女性の問い、うん、なぜ結婚しなきゃいけないのか、うんうん、で僕はそこから読み取ったのは、うん、そんな男性たちばっかりだから、うん、魅力がない、魅力がない、うん、あ、だったら俺たち魅力つけようぜって思ったんですね、うんうん、で魅力は
擬態と主婦化、うん、男性の主婦化があるよと。でもまあ主婦化はそこまでしてモテたくないと思います僕。なるほど。あの結婚して家庭を円満にするために協力するっていうのは全然問題ないと思うんですね、はいはい、やったらいいしやるべきだと思ってるけど、なんかこう媚び売ってるような感じでやるのは僕はもう女性には基本なんか弱者の恋愛ですよ、うん、あ私がやってたのは、うんうん、いかに気に入られるかっていう戦略でやってたので、なので、なので、まあ、僕もおごりましたよ、はい、こう気に入った子がいたりしたら、はいはい、ご飯行こうよってご飯おごったりしますよ。もう今気に入った子がっていうのがもう、そうだから逆にこう男性がおごるべきだみたいなのはあれなんですよね。こうおごられないのは魅力がないからだって思っちゃう。これはもう強者の恋愛の理論です。そう、もう魅力があればこの人を口説きたいとか好きだっていう感情があればもういくらでも、いくらでもってことはないけど財布の上限があるんで、もう頑張って無理してでも給料7万でもおごりますよっていう。僕は全方位におごっているので女性に対しては。じゃあその上限があるじゃないですか財布の中に。ありますね。例えば10万あったとして、はい、全方位におごると1万ずつしかおごれないですよね。下手でしたね。一点集中すれば10万円おごれる。でもなかなかリスキーですよね。っていう弱者だと、まあ、狙った方向に行きたいっていうのがあるんですよね。弱者こそでもランチェスターの、あ、そう、絞った方が、絞った方がいいってことですね、うん、1万円おられるのに10万円おられた方が多分喜ぶ。なかなかでも確率を絞り込むのがね、うん、大変だったんですよ。あ、なので、まあ、普段から僕はこう距離を詰めるように。あ、でこの結論として、うんうん、何か結論はないですけど、ね、ないんですか、ね、多分これを見てる人たちも、はい、いろんなことを思ってると思うんですよね、はい、だからそうじゃないっていう人もいれば、はい、その例えばアニメ好きな人、アニメはまあ好きですけど、はい、僕も好きです。アニメにそんなお金はつぎ込まないぐらいの、はいはい、の好き、だからオタクとかっていうオタクレベルの話をされると全然ついていけないレベルですけど、はい、そういった人たちの気持ちってまあ僕にはあんまり理解できなかったりするので、はい、そういったコメントとかをもらえれば僕たちは何がここ魅力を感じてここにお金をつぎ込んでるとか、あ、女性よりも女性だとこうだけどアニメだったらこうとか、あとはその、うん、女性が、うん、なぜ結婚に踏み切れないのかっていう意見は今回いただいてこれをやっているわけですけども、またなんか他の男性に対してこんな男性おらんのかみたいな、うん、いい男性は奪い合いですからね、戦場ですよ世の中は。まあまあそうですよね、うんうん、たまたま今日はこの女性から意見をいただいてできているんですけども、うん、あの僕もどちらかというと女性のうん、ここでもやっぱ女性の見方をしてしまって、うん、男性が良くないって今僕は思ってます、うん、僕はだからいろんな見方、いろんなところにポジションだからあの この意見も分かるけどこの意見も分かるなみたいな感じなんで、そこをうまくマッチングできればいいんじゃないですかねこのじゃあ一つ、うん、結婚率が下がっていて少子化が進んでるのは改善すべきって思ってるんですけど、うんうん、その辺は一致しますか。改善すべき、するといいなぐらい、するといいなぐらい、するといいなも違いますか。うんと、それぞれの価値観がそれぞれの価値観が尊重されるようになればいいなっていう感じ。溝はあります、ここに大きな溝はあります。なのでこっち側に来いとかっていうのはあんまりない。僕はお前こっち側に来いよってやろうとしています、うん、だからアニメ好きだったらアニメ好きで彼女ができる方法とかそういった方向を探したくなる。僕はそんなのねえよ、うん、だから一回アニメ捨てな、うん、でこっち来てから、うん、こっち来てからでいいじゃんって思ってるっていう溝はできてますが、うん、いろんな意見が聞ければと思ってます、うんうんうん、なんか思うことがあれば
多分いろんな立場のいろんな考え方があるんで、はい、そういうのがこう参考になるかなと思ってます。はい、でどう思いますかっていう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。はい。